日本料理は器に凝っており、美しく盛り付けられて量が少ないが、中国料理は大皿に盛り付けられることにあると分析。西洋人からすると、おかずの量が少ないほど高級に感じるのだろうとしている。心がこもっているからだ。日本料理は美味しいとは言えないが、食材から盛り方まで非常に凝っている。日本料理は、食材と見た目を重視し、味付けはあまり重視しないという欧米の料理の習慣と合っているからだろう。中華料理の味付けは外国人には受け入れられない。食材本来の味が好きだからだ。これが一般的な日本料理、中華料理の評価です。では、どうぞ。昨年8月中国メディアの和新聞は、国際団体による食に関する国際世論調査で、中国料理が57位、日本料理が1位の評価だったことを取り上げました。その記事では、日本料理が中国の料理よりも海外で人気が高いことを認め、その上で高く評価されている理由はどこにあるのかが分析されています。安全性、素材を生かす、余白の良し、細部にこだわる。以上、4つが日本料理の評価が高い理由として挙げられた。今月になって2チャンネルにその記事に関するスレッドが立ったのですが、中国人は謙虚だ。中華の方が日本料理より美味しい。中華料理のお店は世界中にあって質が安定してる。中国料理は高く評価されてる。困ったらとりあえずホイコーローか麻婆豆腐。右翼でさえ中華料理なしには生きていけない。など、中華料理を高く評価する内容のコメントが相次いでいました。さらに、そのスレッドが立った翌日に中国メディアの今日登場が、上記太字のようなスレッド内の日本人のコメントをいくつか翻訳して記事に。つまり、日本人の反応を取り上げたところ、好意的な意見が多いことから、中国の人々に大きな驚きを与えています。外交的には、うまくいっているとは言えない国であっても認めるべき点は認める。そういった日本人の姿勢に、様々な感情を抱いたようでした。海外の反応。日本人は本当に謙虚だなぁ。実際、日本料理は、中国料理より、世界的な名声は上でしょ。中国料理も、アメリカのジャンクフードにわかってるはずだけど、日本人の反応にめちゃくちゃ燃えたんだが、中国のものであっても良いものは良いと認められる日本人は素晴らしい。日本の料理人の新しい何かを生み出そうという精神は模範としたい。ラーメンにしても何にしても常に上を目指そうとするでしょ。日本料理が1位になったことには別に異論はない。だけど中国料理が57位っていうのはさすがに異論なりまくりだわ。日本料理は芸術作品。中国料理はあくまでも食べ物。中国料理の本質がわからないと評価は難しいのでは。ぶっちゃけ海外のお店の中華料理は食べられたもんじゃないぞ。中国料理の歴史はあまりに長い。順位が低いのは食す側にもそれなりのものが求められるからだな。日本料理はシンプルすぎると思うわ。ネット右翼はともかく日本の一般の人たちとは横柄な人間が多い韓国人よりも、はるかにうまくやっていけると思う。中国料理の最大の長所は、他の国の料理より多様性があること。だけどさ、どの料理が一番とかって決めるのは無理でしょ。順位を決める必要自体ないと思う。日本人は、他の国のアドバンテージを見出すのが本当に得意だよな。良いと思った部分は認めて、それを学び続ける。だから日本は恐ろしい。怠けるということが彼らにはないように思う。確かに、日本の料理は美味しい。しかも目でも味わえるし。実際、日本人は中国料理が好きだぞ。特に、麻婆豆腐とか餃子とかチンジャオロースーあたり。戦争の影響で勘違いしてる人がいるかもしれないけど、基本的に、日本人は中国の文化を好きでいてくれてるよ。俺も日本のネット民に賛成だ。中国の料理こそ世界一。日本の料理は
生の魚や肉を処理する技術が全てだと思う。日本食は食材の味を引き出すことに力を入れる。中国料理とは概念が全然違うから比較はできなくない？中国料理は火で、日本料理は水って感じ。個人的な感覚では韓国人はただのピエロで特に気にかけなくて良い存在だけど、日本人は絶対に見くびっちゃいけない存在。日本の文化の源流は中国にある。だけど今となっては日本人は中国文化をはるかに進化させ、より洗練させたんだ。中国の伝統文化のほとんどは失われてしまったね。俺は日本が大嫌いだ。俺の国を侵略したから、それは当然だけど同時に敬服してもいる。日本人は絶対に侮れない。特定の分野で自分が劣っていると思えば、素直にそれを認めて追いつくために懸命に努力をするんだ。そういう人たちをやっぱね、侮れるはずがないよ。とりあえず日本料理は健康的だよね。だからこそ日本人は世界で一番長生きする国民なんだろうし、日本人は他人の長所を見つけて学ぶ民族、中国人は他人の短所を見つけて嘲笑う民族、中国人は自分たちの料理を何千年も研究してきたんだ。日本料理なんかと比べられるはずがないだろ。日本料理は見る分には素晴らしい。ただ中国人の嫌口にはそこまで合わないかな。値段はものすごく高いのに味はそこまで特別じゃない。もし同じ料金なら広東料理を選ぶね。中日、他国の長所を学び取って自分たちの短所を克服しよう。韓国、俺たちに短所などない。韓国の存在が中国と日本の間に友情を芽生えさせてるよな。中国人と日本人は全ての黄色人種の誇りって言える存在だと思う。日本は英仏独のような欧州の大国と渡り合ってきた。中国は日本の経験を吸収しよう。本当の敵はアメリカだ。料理っていうのは何にも勝る兵器だと思う。日本料理は世界を征服した。中華料理の人気は中国人や中国系の間でだけ、とてもじゃないけど相手にならない。実際はそれぞれ違う魅力があるから比較は難しいよね。日本人の振る舞いや態度は本当に学ぶ価値がある。なんか今突然日本にはずっと近くにいてほしいって思った。中国と日本で一緒にお互いを高め合っていって、明るい未来だけを作っていきたい。そう思ったんだ。日本料理の強みは健康にいいことにある。イメージの問題じゃないかな。日本料理はミシュランガイドの三つ星を取った店が比較的多いからじゃないか。なぜなら鬼語、日本人に対する別称は文化輸出がうまくて自分たちの文化保護がよくできているからだという意見もある。中華料理は海外ではファストフード路線を行っている。日本料理の高級路線とは異なる。外国の中華料理店はお化け屋敷みたいだからな。しかし高級中国料理は外国へ出さないから外国人は食べられないのだ。中国では西洋料理や日本料理は確かに高い。でも一番高いのは高級中国料理だというユーザーもいたが、確かに高級中国料理は中国でも驚くほど値段が高い。よほどの通貨、大金持ちしか本場の高級中国料理は食べられないということだ。